神奈川県三浦郡の、森と海岸前来ております。ここはですね第8話でですねひろしと英子がね海を見ながら座ってた場所ですよね。ここでね手握ってもっと強くなんてねこのね名シーンが繰り広げられたロケ地でございますね。がね、まあ、40年経って今どうなってるんですかね。マジ楽しみですね。はい、はい、このまずこの階段ですね。ここがですねドラマの背景に映ってる階段ですね。はい、どうでしょうか。そしてこの景色がねこんな感じなんですよね。ですから2人が座ってたのは多分この辺だと思われるんですけど、まあとりあえず確認したいと思います。やっぱりね2人がね座ってた場所の後ろに見えてた階段というのがねここの見えてるこの階段でねやっぱり間違いないんですよね。なのでやっぱここがロケ地とね確定ですね。もうねでここの右の方を見ますとここにねひろしさんの後ろに見えてたこのね、石垣も同じですからね。子供たちがねこう遊んでたこの岩というのがおそらくこの岩の前のあたりでしょうかね。はい、この辺でね子供たちが遊んでると思いますね。ですからね2人がね子供たちを見てたアングルはというとこんな感じのねアングルになると思いますね。奥の方にねドラマと同じくね江ノ島が見えますね。そしてねここのちょっと左の方にねくっきりと富士山が見えるんですよね。ドラマではね映ってないんですよね。ますけどこの岩のアングルがありましてこのままねずっとねこうアングルがね右の方に回転するんですよね。だからこうするとこのアングルですよね。そしてこうずっとね上がってくる感じですかね。はい、ちょっとですね A 子の後ろに見えてたこのこちらの方を確認してみますと、まあ、道は確認できるんですけどどうやらねこの建物新しくなってるっぽいですね。はい、そしてさらにちょっとここの右の方のこちらの方のアングルもねこの建物どうなんでしょうね。まあこんな感じですね。まあね山の位置もここで同じですからねここにね2人が座ってるわけですよね。はい、もう村越とね別れてよかったじゃないかみたいな話をするとねここでね A 子もですねよくないわよみたいなね私は広瀬さんのことばっかり考えてるわみたいなことをねここでね A 子が言うわけですね。手つないでみたいなね広瀬さんがねここで手握るわけですよね。そしてねその後ねもっと強くと、ね、もっと強くっていうのがねまさにここでございました。いやーもう本当にねこのシーンはね衝撃的なシーンでございましたね。はい、まさにここなんですね。まあこの辺の周りの景色はねまあ実際ドラマと比べてもほぼ一緒ですね。はい、どうでしょうか。はい、ここのね階段登ったところにあったこの石原裕次郎記念碑っていうのがねまあ、まさにこれなんですよね。はい、はい、ただいまですね鎌倉駅前に来ております。第8話でですね鎌倉駅がボンって映るんですけどいや見ての通りねやっぱりねこう駅舎がね新しく建て替わってるんですよね。こんな感じ でドラマではですねここのアングルから右の方にぐるーっとね曲がっていくアングルでねここにあるのがね小町通りなんですけどね。はい、それでは駅のねちょっと正面の右の方を比較してみますとちょっと見にくいですけどこんな感じですね。この駅舎も変わってますしこのねビルも変わってますよね。そしてねこのね横浜銀行があるこのビル、まあ、このビルもねどうやらね今変わってますね。マクドナルドがあるこのビルですね。このビルはなんとね同じビルですね。はい、そしてさらにこの右の方のねこの富士屋、当時もね富士屋ありますけどここはね新しく変わってますね。はい、でこの右の方にちょうどね、小町通りがあるので今からね行ってみたいと思います。はい、はい、ただいまね小町通り来てるんですけどまあこのね人がねいっぱいの雰囲気も一緒ですからねちょうどねドラマアングルはこんな感じだと思いますね。
横にね、このね、セイタってお店ですかね、当時と変わらぬここですね。はい、はい、次はですね、第5話でですね、久子がね、あの小町通りを歩いてるシーンがあるんですけど、そこにね、大和屋って見えるんですよね。この看板がね、ここなんですよね、大和屋。そしてね、その隣にね、あのくるみっていう店あるんですよ。でここの隣見るとくるみっていう店ありますよね、ここにね。というわけでね、この道沿いがね、ロケ地になってるんですけど、ドラマと同じアングルはおそらくこんな感じだと思うんですよね。いかがでしょうか。はい、いやー、まあね、人がいっぱいでございます。はい、ここにね、小町通りが入ってすぐこの脇の道なんですけど、ここをですね、久子がね、歩いてる場面あるんですよね。こんな感じでどうでしょうか。残念ながらね、この左のね、この建物は今新しく建て替わってますね。でこの後久子はずっとここは反対の方に歩いていくわけですね。久子が歩いてた反対側のアングルがここになりますね。どうでしょうか。でこの建物も同じですからね、奥のこの建物は新しく変わってる感じですね。はい、ここがですね、第二鶴岡ビルなんですけど、ここがね、やっぱりね、当時と変わらないんですよね。はい、なのでやっぱりね、このアングルとかね、やっぱりこの辺同じですからね、間違いなくここ歩いてますね。はい、はい、この歩いてた後ですね、久子とね、英子がね、店の前で話してるっていうシーンがあるんですけど、まあ、ここはおそらくね、セットだと思われますね。小町通りを入ったこの裏通りに今来てるんですけど、この辺めちゃくちゃね、似てるっちゃ似てますよね。やっぱこの辺の道を参考にしたんではないでしょうかね。反対側見るとこんな感じなんですよね。でこのアングルなんてほぼ一緒じゃないですか。ここで撮られたのかなって思えるくらい似てますよね。はい、まあ、なんだかんだでまあセットだとは思いますけどね。はい、です。はい、ただいまですね、鎌倉の海浜公園というところに来ておりますね。久子とね、英子がね、食事した後ね、久子がちょっとね、海を見ながら佇んでた場所、奥の方に見えるのがこれね、江ノ島ですね。でここにある浜はおそらくね、七里ヶ浜だと考えると、この公園からこう見た景色ですね、比べてみます。どうでしょう、ドンピシャなんですよね。よく見るとちょうどね、奥の方に江ノ島があって、海岸があって、ここのね、出っ張ってる浜の部分も同じなんですよね。ですからね、まあこのね、小屋みたいのがまあないんですけど、おそらくこの辺のアングルから撮られたと思われますね。この画像をよく見ますと、ここら辺になんかね、木みたいのがあるんですよね。ちょっと微妙にこれがね、ここを見るととりあえずこの辺にはないんですよね。で反対側見てみますと、どうでしょう、あそこなんかね、それっぽい木があるので、もしかしたらこのね、山の上からこの景色がね、撮られてる可能性が高いですね。はい、はい、ちょっと今ね、階段の方を登ってきたんですけど、こっから反対見るとこんな景色なんですよね。なんかね、景色がどんどん近づいてきてる感じですよね。ちょっとね、さらに上続くので上行ってみたいと思います。はい、今ね、ただいま頂上やってきたんですけど、どうですかね、この小屋がドラマに映ってた小屋でしょうか。ちょっとね、あの外の景色比較してみたいと思いますが、いや、この松とかも同じっぽいですよね。はい、ドラマとね、同じアングルだと多分ね、こんな感じになると思うんですよね。このね、小屋自体ちょっとこれ新しくなったっぽいですよね。もう40年前と比べると。いや、この辺にちょっとね、お店があったんでしょうかね。ちょっとね、そこまではよくわかんないんですけど。はい、どうでしょう。もうほぼ同じですからね。間違いなくこの場所から撮られてると思いますね。はい、よく見るとですね、前の方に壁ありますよね。この壁がね、ちょうど久子さんの前にある壁と同じっぽいんですよね。やっぱこの柵とかね、新しくできたっぽいですよね。いや、多分ここで確定です。はい、
はい、というわけでですね、今日はね、金妻1983年シリーズ1のね、まあ、葉山近辺と、あとね、この鎌倉のロケ地紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。いや、最後にね、意外な場所が見つかって、正直ね、テンション上がっております。はい、そんな感じです。